はい、トラハレのパルマやっていきたいと思います。特に送るものもなかったね。じゃあ面会行きましょう。あ、雨降っとる。今日も雨か。風も出てきたみたい。そう、何、梅雨そういう問題じゃない。結構濡れちゃった。いらしてたんです、看守さん。今来たところです。うん、優しいんだけど、これくらいの話してるうちに乾くと思うので。いえ、彼は待たせておきましょう。そのまま面会して風邪などひかれたらこちらが迷惑ですから。なんだかんだやっぱ監修って優しいのよね。タオルありがとうございました。少し時間を過ぎてしまったけれど、面会に行こう。でも濡れてんじゃない？その完璧な乾かないよね。うん、ごめんね。俺も部屋でゆっくりしてて、さっき来たところ。お前、濡れてない？傘差してこなかったのか？こういうなんかちょっと気にかけてくれるメンズっていいよね。ああ、雨結構降ってるもんな。ちゃんと拭いた？まだ少し濡れてるみたいだけど。うん、大丈夫。監視さんにタオル貸してもらったから。そっか。風邪ひくといけないからさ。寒かったりしたら言えよ。面会なんて、また別の日に設定すればいいんだから。お見舞いって来れないでしょ。ありがとう。うん。当たり前だろ。彼女なんだから。あれ？違う？なあ。何？どうしたの？どうして会いに来てくれるんだ？俺に。深い意味はないんだけど、ただ恋人だからって理由じゃない気がして。鋭いわね。お前との思い出が消えてしまったのも、俺たちの間に何かあったからだって分かってる。でも、それすら俺は忘れてる。本当のことは言えない。言うことができない。もし本当のことを話したら葵は、難しいわね、これは。タッチする、私は。ボーン。ん？どうかした？葵が急に黙るから。あ、悪い。これでもタッチしない方が良かったかな、今ね。どうなの？もしかしたら、この雨のせいかもな。さっきから俺の頭の中で、胸の奥の方にまで、雨の音が響いてくるんだ。知ってるか？雨の日の思い出は、記憶に深く刻まれるんだって。いいことも嫌なことも、お前との思い出も、思い出すんじゃないかって。確か、あの日も雨が降ってたな。あの事故の日、事故に遭う瞬間に見た、お前の顔を思い出した。おう。そこは思い出したんだ。必死に何か叫んでたな。そうだよ、車がね、来てたから。そうだな。お前がとっさに俺の腕を引いてくれたから助かった。それで今こうして話すこともできる。本当にありがとう。じゃあ大してやっぱ事故じゃないよね。でもそれだけだ。思い出せたのは、それが最初で最後。実際それが最初で最後だしな。笑っているお前との思い出がないのは、少し寂しい。雨、止まないな。細かいよね。ちゃんと監視が明けたら雨の音が出るから。まだ降っているみたいだけど、もう少し待てば、雨止むんじゃないか。いや、もういますよ。だって雨降ってる中帰りたくないもん。
お前が帰るときには病んでるといいけど。そうだね。お岩飴嫌い？別に好きでも嫌いでもないけど。お前は？全く予定のない日の雨は好きかな。そっか。確かに雨の日って独特の雰囲気があるよな。わかる。なんだろう、こういつもより世界が静かに感じて自分一人だけになったみたいな。それはわかんないけど、なんか雨の音だけ聞こえるのよくない？部屋の中で雨の音を聞いてるのは少し心地いい。そう、それそれなの。そんな日は何もせずじっとしていることが多いんだけど。ほら、今も聞こえる？この雨の音。ポツポツってリズムを刻んでいるみたいな。そんなポツポツ言ってんの雨漏りかなんかじゃないの？大丈夫？ここは聞くよ、私真剣に聞くからね。ポツポツ。それ雨のリズム？そう、なんか聞いてると落ち着くんだ。合わせてみる？お前も。こう雨の音に耳を澄ませて。難しいやつ来た。合ってない？結構。そう。よし。この感じ、俺たち息ぴったりだな。そうだね、やっぱ付き合ってただけはあるよね。このリズムに身を委ねていると気持ちが遠い過去まで漂っていくような気がするんだ。懐かしくて、でも少し心細いような。この世界から一人取り残されていく、そんな感じ。ダメだな、雨の日は少し感傷的になる。いいと思うけどね。こんなつもりじゃなかったんだけどな。はい、ありがとう。この雨が止めば俺の感傷も消えてなくなるのかな。でも雨音を聞きながら自分の中に潜っていくと、その先にはお前がいる。そう、もしかしたら俺この感傷を通じてお前のこと感じてるのかも。あらあら、なんて冗談だよ。どう、記憶に刻まれそう？もういい、まだ喋ろうよ。よかったな、小ぶりになって。でも降ってることに変わりないからね。じゃあ今日はこの辺で、気をつけて帰って。はーい、なんか送るね、いいもの。あそこにいるのは、うわ、出たな、本当に。どうされたんですか？帰んないよ、シッシ。ちょっとね。何？もう帰りますか？帰りますよ。なら途中まで送りますよ。彼の嘘を聞きたいので。一緒に帰りたくない。全然一緒に帰りたくないんだけど。でも今この人が一番嫌だもん。なんかうさんくさいし。ねえ。あれ？特にないの？なんかあるんだと思ったわ。じゃあどこ行く？おお、メール来た。雨大丈夫だった？優しい。ありがとう。雑貨屋さんなんか売ってる？売ってないよね。あら、あんた知ってる？何を？今
今時は小学生でも恋人がいるんですって。そんな話も聞くね。小学生といえば淡い初恋に心ときめかすだけ十分な時期でしょ。私が子供の頃は初恋は実らないものなんてよく言ったものよ。わかる。今の子供たちに言ってやりたい。まずは片思いの切なさを知ってから次のステップへ進みなさいって。そうね、私最初その小学校1年とか2年の時とかに、なんかそう好きだなって思った相手とかだった時は、最初から両思いだったのよね。ごめんなさい、シンディ。お前って意味にピアスホール開けてたっけ？開けたいと思ってる。開けたいと思ってるけど、私は開けてない。なんかね、開けたいんだけど、怖いのよね。穴開けるのがね。お、あとありがとう。急にどうしたの？なんか作ってくれようとしてる、もしかして。はぁ、あ。なんかほら。なんだろう、ね。どうしよう。ハルトもだってさ、作ってくれたじゃない？私に。その流れかな。いや、どうもしないけど、前も開けていたかどうか確認したことだっけ。開けてるって言えばよかったかな。うん。初恋は実らないもの？初恋が実るのってなかなか難しいよね。ちょ。なんだろう、また枝分かれしてる。お、ポテトだ、ラッキー。ポテトばっか送るのもでもちょっとあれよね。でもなんか出る？もう一回見てるからな、ポテトは。何も出ないか。そうだよね。じゃあどうしようかな。待って、一回戻って、ほら食べてる。結構ボリュームのあるポテトね。あ、終わったみたい。初恋ね、大抵思い出になって終わりそうだけど、前の中の初恋どんなイメージ？初恋はちょっと、分かった。なんか子供の頃の初恋ってダメだと思うね、私。ちょっと物心ついたぐらいの初恋で考えよう。これ。物心ついた時よ。もう中学ぐらいね。その初恋でも何でもないんだけど。その時はもう相手メンズだったね、私。ついた相手のことを目で追ってしまったり。わかる、そうなのよ、青春だよね。さあどうしましょう。農園でも行きます。あれ、またじゃがいも取っちゃった。じゃがいも料理って限界があるじゃない。どうしよう。じゃあ図書館は、あ、ねえ師匠さん、食事は済ました？まだなら一緒に行って。ねえ師匠さん、ダメだ、聞こえてないみたい。今日諦めて帰ろうかな。もしかして今私何かけてた？話しかけてたって。今滑舌悪すぎたよね。ごめん。書類の作業に集中しすぎたわ。で、何の用だったの？食事がまだなら一緒にどうかなと思って。ああ、そういえば食事のこともすっかり忘れ、すごいね。我に帰ってみれば喉もカラカラになってるし。でもね、ある、そういうこと割と。わかる。なんかちょっと動物の森本気出すとね、そんな感じ、私、いつも。あ、もう3時間経ってるんだけどみたいな、あるある。サボテンはどんな感じ？
読んでる読んでる。意外と興味あるのね。上昇メッセージこれ返ってこないよね多分ね。進めちゃいます。朝からそれすんの？なんかあれだね、野球のバットの方がいい気がするわこれだと。テニスのラケット振るのってちょっとなんかねえ。日差しが気持ちいい。ベンチで少し休憩していこうかな。落書きはしてある。あいあい傘か。どんな人が書いたんだろう。シンディかな。シンディ？シンディだったらいいよね。可愛いと思っちゃう。あいあい傘なんて書いて。あいあい傘なんてね。大きくなってるよというか、また枝分かれして両手が生えてるみたいになってる。マスカラ持たせたくなるね。じゃマスカラじゃねえ、マラカスね。やばいね私。冷静にやばい。マスカラ持たせてどうすんのよ逆に。ごめんねなんか。師匠の集中力。あなんか出てる？あの前なんぞ？サボテンが成長したからかな。はい。ちょうどいいとこに来てくれたわ。この前の植木鉢用の肥料を渡そうと思って用意したの。もうかなり成長したでしょ？うん。やっぱりそうね。そろそろ土が痩せてきた頃だと思うから、この肥料を追加してあげてね。とっても栄養満点だから、サボテンちゃんも喜んでますが成長してくれるわよ。ありがとう。じゃあ今日はこれを送りましょう。あれ、帰ってきてない。帰ってきてると思ったんだけど。いるならしょうがないか。すごい集中力だな。でも人が来ても気づかないってちょっとまずくないか。うん困るよ。ダメダメだよ。よしじゃあ送りましょう。スーパー肥料。これなんかパッケージだけ見ると肥料ってより私除草剤かなと思っちゃうんだけど、そんな感じしない？なんだろう。無だったわよ。そりゃそうよね。朝からシャワー浴びてる。いい感じ。いいんじゃない。朝からパンツだよ。といい体してるよね。あ、そっか、肥料送ったから送れないんで、こっちからは今。そっか、そっか。おぉ、ごめんなさい。ありがとうな、肥料のこと。育ってきてちょっと栄養状態が気になってたところだから。じゃあ、いいタイミングだったね。うん。さあ、どうしよう。雑貨がないのよね。で食堂が、ポテトサラダ。ワンちゃんだな。まだ揚げたことないもんね。卵焼きがいい。え、ないよね？ポテトサラダって。あれ揚げたっけ？コロッケは、まだ揚げてない？何揚げたか忘れちゃったよ、もう。あ、肥料買ってきてて頼もうかと思ってて。あらあら。喫茶店は行けないのかな、この子のルートだと。誰もいないな。ああ、誰もいない。なんだろう、この前青いピアスのホールを開けてるかどうかを聞いてきたけれど、どういう人で聞いてきたんだろう。何か思い出したことでもあった？自分のことを答えてしまったけれど、大丈夫だったかな。ほんとね。別に空いてるって嘘ついてもよかったんだけどね。やっぱちょっと自分ってものを出しちゃったよね。あ、磨くのね、偉い。汚れてる。あら。
綺麗になったかな。えらい。相葉さんって久しぶりに聞いたけど、まあね、懐かしいよね。大人になったらまずないよね。だって何のタイミングで逆に相葉さんって書くのって思っちゃうもんね。なくない？書くタイミング。プリクラとか。プリクラで相葉さん多分古いと思うんだよね、私の考えでは。特になし。じゃあもう、ポテサラドーン。もう食べよう。何？あ、イヤリング。返しがついてる。よく見ると赤だけじゃないんだ。なんて石なんだろう。でもどうして突然？メッセージカードついてる。いつも世話になってる俺。よかったら次会う時につけてきて。好き。好きなんだけど。ねえ。しかもなんかさ、イヤリングとかってさ、なんだろう、なんかさ、ダサいのもらってるんだけど、今の全然可愛いもんね。ポテトサラダか。あ、嫌いだったか。ごめん、間違った。あ、待って、花咲いとる。すごくない？肥料の力。サボテンの様子教えて。先にサボテンです。そうね、雑貨屋さんがね、マジ何もないっていうのがね、ネックよね。公園か、農園しか行くとこないじゃない。あ、図書館があったわ。お弁当食べるの、公園で。フルーツ落としちゃった。やだに、争い、鳥同士の。あらららら。弱肉強食よね。あ、来てない。いや、サボテンに用はないってこと？あ、来た来た来た。効果ありまくりだよ。なんとさ、サボテンの頭に花が咲いたんだ。おめでとう。図書館行こう。あ、今の仕事好き？え、仕事してないのよね、私。ゲーム内の話ね。だってこうなら多趣味な私の知識欲を満たし放題だもん。それでお給料までもらえるってまさに天職でしょ？天職なんなんだろうね。なんかみんな難しいよね。天職につけるってなかなかレアよね。おぉ！恋人扱いに優しくしてね。なんかあざとくない？待って、え、すごくあざとくない？え、いいなぁ。何このスチールめっちゃよくない？いや、舌出してんのと肩ウインクしてんのあざと。びっくりしちゃった。マジ？イヤリングありがとう。いや、すごいあざといわ。めっちゃ汚れるじゃん。汚れてる。そんな頻繁に汚れるの？そこ大丈夫？綺麗になったかな。誰か触ってんじゃないの？多分このメッセージが返ってきたら多分面会だよね。ずっと磨いてる。まあ、そうだよね。彼は耳につけてるもんね。そういうこと。ちゃんと届いてよかった。少し感動しちゃった。私も欲しい。そういうのくれる人募集中。なんか。
んまそういうのに私お金使わないもんなマジでそんなに喜んでもらえるとは思ってなかったから嬉しい。何かお返しがしたいな。アクセサリーって私人からもらった方が嬉しいのよね。貸しなんていいよ、お前には助けてもらってるから気持ちだけもらっておく。なんか話してたらお前の顔が見たくなっちゃったな。あれ、あ、面会出てるわ。そうだよね。はい、ということでちょっと面会は次回行こうかなと思います。あ、寝てる。よし、ちょっと早いかな、どうかな。まあ、ということで、とりあえず今回はこれで終わりたいと思います。素敵なスチールも見れたのでね。はい。バイバイ。